この前、三春のハーブガーデンに行った時買ってきたコーヒー豆。これもう一種類のやつ。まだ飲んでなかったんですけど、インドネシアの豆らしいです。エチオピアと2種類買ってきて、エチオピアこの前飲んだんですけど、インドネシア飲んでみます。インドネシアの豆って、初めてかもしれない。どんな感じなんでしょう。あ、めちゃめちゃいい匂いっていうか、なんか、光沢がすごいんですよね、なんか。とりあえず20グラムくらいにしときますが、なんか光沢がすごいですね、これ。こう豆引くの久しぶりすぎて、どうしようか。中くらいの、粗さでいきます。この加減が、なかなか難しい。あ、もうこんぐらいでいいや。わ、香りがめちゃくちゃいい。とりあえずですね、豆、20グラムに対して、お湯300。いつもと同じ配分ですね。いつも、豆10グラムに対して、お湯150ミリリットルっていう配分でやっておりますので、いつもと同じです。これでも結構引きすぎた感ありますけど、難しいんですよね。自動で粗さとか指定できる、グラインダーだといいんですけど、あれそういうやつじゃないので、完全手動でボタン押してる時間で、豆の粗さが変わるので、かなり難易度高いんですけど、匂いがいいですね。なんかすごく、匂いがいいです。コーヒーのお供はこいつ、家族にもらった柏屋のどら焼き。このバター味がめちゃくちゃ美味しかったので、バター味いただいちゃいます。あと、残ってるのはチョコ味と粒あん味。では、バター味いただきます。やっぱさすがこれ美味しいですよ。では、インドネシアの豆、なんていう、名前だったっけかな。ちょっと忘れちゃいましたか。いただいています。あ、すごい。かなり酸味が強めですね。香りもかなり酸味強めの香りだったんですが、かなり、酸味が強い。今まで飲んできたコーヒーの中でもかなり酸味が強いものに入りますね。酸味すごい強いんだけど、香りというか、なんか風味は優しいんだけど、かなり酸味強いみたいな感じで、なんか、疲れが取れる味がします。美味しい。インドネシア、現在時刻は12時半くらいでございます。出かけよう。気温は14度くらいですね。すごいちょうどよくて心地いいです。暑すぎず寒すぎずっていう感じで、まあ少しね、上着とかは羽織った方があったかいなっていう感じはするんですけど、そこまで寒すぎもしないくらいの気温でいい感じです。なんか午後になると天気は悪くというか、なんか曇っちゃうらしいので、晴れてるうちに外に出てきましたが、いいですね。気持ちいいです。サイクリング日和。この前自転車の空気入れを新調してからもう世界が変わって、前のハンディタイプのやつって1回の押し込みで入れられる空気の量が少なかったので、めちゃくちゃあのピストンを押し下げる作業を何回もやらないといけなかったんですけど、今回買ったやつかなりサイズがでかいので、その押し込みが数回というか、まあ10回よりはするかな。でも前の3分の1ぐらいです。その動作量が済むのでかなり楽で、空気入れるハードルが下がりましたね。すごいいい感じです。なんか通ったことない道をふらついてます。
そういうの楽しいんですよね、通ったとこない場所。貨物列車の基地なんですかね、すごい貨物列車が並んでるんですけど、ここの路地的なところはどこに繋がってるんでしょうか。ちょっと突き当たりまで行ってみますか。あ、すごい、これ登れるのかな、あの一般の人で。あ、そう、楽天球場ですね。あの観覧車で分かりました。なるほど、そこら辺か。今目の前に高架橋が通ってると思いますけど、あれ渡ると画面向かって左、違いますね、右側が楽天球場があって、だから意外にもあの橋渡れば駅が近いという場所です。で左側行くとあの 宮城の何だっけ、宮城の通り、あの大通りがあります。風強いな。そうですね、いや、ここら辺来たのめちゃくちゃ久しぶりだな。ここら辺久々来ました。このイオンがあって、なんて言えばいいんだろうな、ここのエリア久々来ました。あのさっき言った楽天球場のところに続く高架橋をずっとあの駅と逆側に来たところですね。ここの道走りやすくて好きなんですよね。うわ、紅葉綺麗ですね。こういうの見ながらサイクリングするとめちゃくちゃ楽しいです。あ、ここあれか、仙台港のところですね、多分。この高速道路が、高速道路の下を沿って、この雰囲気で分かりました。あ、これここにあるのか。これね、めっちゃ良かったですよ。6月ぐらいに家族と来たんですけれども、なんかその時の動画がね、なんか行方不明になってて、未だに見つかってないんですけれども、コロナワールドっていう場所で、この中に、あそこに書いてありますけど、仙台コロナの湯っていう温泉があって、ここに入りに行ったんですけど、めっちゃ良かったです。また行きたい。だけどちょっと遠いんですよね、ここ。ちょっと調子に乗って遠くに行きすぎると帰るのがしんどくなるので、そろそろ引き返します。ていうか、このこの高架道路が脇にあるせいでめちゃくちゃ風が強いです。ヨークベニマルのイートインコーナーたまに使うんですよね。めちゃくちゃ快適で、なんか軽食にいいんですよ。なんかちょっと小腹空いたみたいな時に、本当に3、400円で済むのでめちゃくちゃ快適。うわ、風強っ。今さっきのヨークがあったところの通りへ走ってますけど、ここもなんかこの紅葉が綺麗でいいですね。でさっきのあの高速道路から離れれば風が弱くなると思ったけど、全然そんなことない。風強すぎる。なんかここのドンキに何気なく入ってみたら、あのいつも使ってる、うちで気に入って使ってるブランドのお香が売ってて買いました。ドンキに売ってるんだ。いつも行ってる駅前のドンキでは見たことなかったけどな。なかなか売ってないんですよね、あれ。ここの道路すごい走りやすい上に、周りにいろいろお店があって、寄りながら走れるので楽しいですね。やばい、上り坂めちゃくちゃ疲れます。さあ、この楽天球場のところまで戻ってきました。急
今日のお目当てはツツジヶ丘公園です。ちょ、紅葉が綺麗そうなのでフォトウォークでもしようかなと思います。ここ駐輪する場所だと思って来たら、ここ駐輪禁止で、あの違反して止めた自転車を囲ってあるところでした。なんかすごい遠目で駐輪場に見えたんだけど、もう結構ここら辺は終わってるかな、紅葉の見ごろは。なんかもう完全に葉っぱが落ちてるような感じがしますね。あ、でもところどころ綺麗なところありますね。この背後から日が当たってる感じがいいですね。めちゃくちゃこの日差しの感じが綺麗ですね。てか人いっぱいいますね。あっちの方からめちゃくちゃ音楽が聞こえるんだけど、何かやってるんですかね。なんか歌声がすごいですね。なんかこの走ってる人たちが、なんか走ってる子供がなんかイベントなんですかね。これ何なんでしょう。活気がありますね。そういえば一応サイクリングのワークアウト測ってたんですけど、13キロ。でもこれね、あの帰りだけなんですよね、忘れてて。なのでもう本当に20キロ以上、まあ単純に倍にすると23キロとかは、地下が26キロかは、だから30キロ近く走ってることになってると思います。いろんなとこうろうろしながら仙台港の方まで行って、でさらにこっち戻ってきたので、結構運動になったんじゃないかと思いますね。駅前に来ました。ちょっと買い物します。いや寒い、風が強いんですよね。だいぶ1時間ぐらい買い物して疲れたので、マックでゆっくりしたいけど混んでるよな。座るとこあるかな。意外にもちょこちょこ空いてましたね。 OKOK、 三角チョコパイが新しいやつ。